あなたたちは心置きなく対決なさい。私と孫悟飯さんはこの入り口を壊してバビディやダーブラたちと戦ってきます。ショックを与えて魔人ブーが出てしまってもしょうがないでしょう。どうせならあなた方のダメージエネルギーを吸ってフルパワーにさせてしまうよりはマシですから。運が良ければ復活を食い止めることができるかもしれませんしね。そうはさせるもんか。ベジータ、やめさせるんだよ。邪魔者は始末しろ。さあ、やれやるんだ。海王神たちが何をしようと、俺の勝負には関係ないことだ。何？もう一度だけ言うからね、海王神を片付けてしまうんだよ。さあベジータ、言ったはずだ。俺はカカロットと戦いたいだけだと。俺は誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。体と心は支配されても誇りだけは思い通りにならんぞ。信じられない。バビディに支配されながら逆らうことのできる人間がいるとは。それほどまで、オラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こんなこと初めてだよ。なんというプライドの高いやつだ。構わないではありませんか、バビディ様。どちらにしても、あいつの役目はエネルギーを奪うことなのですから。むしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと。無理に船に衝撃を与えられて、魔人ブーがパーフェクトな力を持つ前に蘇っては面白くありますまい。なるほど、そうだね。パッパラパー、おようこそ。ベジータ、ベジータ、おあつらえ向きのいい場所だ。そう思わんか、カカロット。おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ。
あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。ふっ、さすがだな、あの時のご飯以上のパワー。くらあ、こりゃ早く終わりそうにはねえな。相当の修行したつもりだがな、なんてお前はオラ以上に修行してたんだな。サイヤ人の俺に戻って、何も気にせず
貴様と徹底的に戦いたかったんだ。気に入らなかった。知らないうちに貴様たちの影響を受けて穏やかになっていく自分が、俺ともあろう者が家族を持ち、悪くない気分だった。居心地のいい地球も好きになってきてしまっていたんだ。だから元の悪人に戻る必要があったんだ。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか。ダーブラ、あの地球人に勝てる自信はあるんだよね。当然です。あんなゴミ間違いなく片付けられます。ん？なぜこうも一気にエネルギーが。そうか。お父さんたちはスーパーサイヤ人をさらに超えたレベルで戦ってるんだ。だから そのダメージもものすごい。出る。魔人ブーが出るよ。どうせフルパワーになってしまったのなら、せめてこれぐらいの抵抗はしてやる。空っぽだ。違う。そんなはずはない。出てこいったら、魔人ブー。残念だったな、バビディ。魔人ブーは今の攻撃で消滅してしまった。私はバビディをねじ伏せてみせます。あとはあなたがダーブラを倒せば、バビディの野望は完全に消え失せるのです。すさまじい気が膨れ上がっている。これは。え？さっき玉のところから出ていた煙が。雲？いや、さっきの煙が集まっています。おい、あれ。あいつが魔人ブーなのですか？そうです。忘れはしませんよ。あの恐ろしい顔は。
おい、やっぱりあいつが魔人ブーらしいぞ。あんなやつが。おい、魔人ブー、僕はお前を作ったビビディの子供のバビディって言うんだ。玉に封じ込められていたお前をすっごい久しぶりに復活させてやったんだぞ。今日からお前の主人だ。おい、どうしたんだよ。挨拶だ、挨拶をしろ。ただのバカだ。なぜかは分かりませんが、失敗してしまったようですね。やっと現れたと思ったら、頭もパワーもない間抜け面の生ゴミだ。カチーン。なんだ、このダーブラ様とやろうってのか。人類最大の危機、無邪気な破壊者魔人ブブーの気が爆発的に上がった。強い、強すぎる、信じられない。こんなはずではありませんでした。バビディを倒し、魔人ブーの復活を止める自信があった。こんなことならあなたたちのように人間でありながら、これほどまで私の力を大きく超えていることが分かっていたなら、あの方法もあったのに。あの方法って。さあ魔人ブーや、僕の言うことを聞け。いいな、逆らってもいいのか。僕はパパのノートを見て知っているんだぞ。お前を玉に封じ込めてしまう呪文を。よし、それでいい、それでいいんだ。さあ魔人ブー、最初の命令だ。あの二人を始末するんだよ。出るかどうかわからないけど、やつを放っておくわけにはいかない。やつが外に出て人々を襲い出したら、きっと大変なことになるぞ。